ああなるほどねはい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 えーだから今えっとバスケットのシュートフォームやりながら食パンに挟むだけ桜木花道でしょうわちょっと待って待って待ってえ桜木花道桜木花道縛ってろでも縛ってろでもいいけどね食パンに挟むだけ待ってあ分かった桜木花道あ桜木花道やったやったえフルーツパンチ村上としずるかずまのアーバンブルーラジオ

桜木ハム道ここここここ外でやらないと思います桜木ハム道はちょっとあまりにもんかハムでねハムでくくれたらハム一門ハム一門あればねだけどちょっとねちょっと意味が分かんなすぎて自分で言うのもあるんですけどよろしくお願いします。ということですけれどもあの俺めちゃくちゃ道上さ何でも本当普通の何でもないやるんですけど今日もうここ来るときに。 の本社、吉本の本社なんですけど、うん、新宿駅から来るじゃないですか。うん、なんか、道間違えてさ。あ<ー>なんかさ、しかもさ、その間違えたのか、うん、なんか雰囲気で歩いてて、まあ、その自分、何回も来てるから、うん、これぐらいまっすぐ歩いたらこ、これぐらいで曲がって、そこまっすぐ来たらって分かるはずなのよ。<え>で、それでやってたらさ、全然違うとこにいるんだけど、<え>あの、もうね、ずっと奥の方の、どこまで行ったのあっちの、もうちょっと、 大久保行きそうなあの大久保っていうか大久保じゃないわあっちの奥じゃなくてあのー、ちょっとねあの新宿知らない方はあんまり話かんないもしないですけどブラッツって西の方にブラッツとかあるじゃないですか、うん、あっちの行く途中の前に交差点にうん、うん、交差点あるの分かります3丁目の交差点があってなんか、あのー、喫茶店とかあるよう,な,うん、うん、なんかあっちの方に出てて。 でも世界道とか越えちゃった文房具の有名な世界道とか越えてえじゃあ杭州をちょっと行ったってこと、うん、だから俺ねでしかもねこれがねたまたままあもともと方向音痴ではあるから、うん、あれなんだけど本社来るのを道間違える時いつも俺そこに出てんだよえあ全またここ来てるってなんか俺だからそこに本社あると思って道間違えてるんじゃなくて自分の中の本社の生き方のその何パターンかのうちの1パターンを間違った生き方で俺覚えてる可能性があって。 <は>で<ー>考えないで歩くとそこにたどり着いちゃうのよなんかしだから俺最初、うん、ちょっと話聞く前にうん,、うん、なんか村んがこのぐらい行ってここを曲がればいいっていうでも行き慣れてるとこって大体でさ分かるじゃんえでも本社なんてだって行ったら東南口から出たでしょ出て東南要は、えー、新宿の東南口っていうところ要はルミネがあるところ出て、うん、降りてま、うん、っすぐ行って、うんえー、左に曲がりますよね 俺その時点で違うだから村けんさなんかあのやっぱ申し訳ないけどやっぱ方向音痴すぎて大通り大通りでやってる多分今そのやらせてもらってるでしょやらしてるでしょやってるでしょ多分村けんの甲州街道まっすぐ行って明治通りを曲がる。 っってていう風になってる本来そのはずなのにたまにその明治通りを歩いて甲州街道を歩いて、うんうん、明治通りを左に入んなきゃいけないのにたまにちょっとだけ手前の小道の方行こうと思ってい、うんはい、同じじゃんそれで行ったらもう一回右に曲がればいいだけなんだけど、うん、左に入った途端に分かんなくなって右に行くのがいっぱい右に行っちゃってて。<laughs> <laughs> 本来曲がるはずのとこだいぶ通り過ぎてて倍右行ってんの倍右行ってんのいや村上さん車あんま運転しないでしょあれカーナビってやっぱ車だから目的地に到着するまだそこまで遠い到着するところ場所が遠い場合大通りを行かされんのよはいはいそうだねでそれで目的地近くなったら細かい小道行くまあ当然じゃんなんか でも、徒歩ってね。うごめん、ね、あの、バカに喋る感じになっちゃうけど。うん、ね、あの、徒歩って、うん、もう最初っから近道できるのよ。細かい道で行けるのよ。いや、じゃわかりますよ。だから、俺、その、まず東南口降りて、みんな、公衆行かないよ。本社行くとき。えどこ行ってんのいや、だから、東南口、これわかんないですよ。ごめんなさい。ちょっとこ、うん、個人的あの、うん、えー、東南口降りて、うん、で、まず左に曲がる行ったら、えー、アルタの方に行ったりとか。あー、ちっち行かない俺。 そっち行かないじゃなくて、みんなそっち、そっち多分行くのよ。で、あそこ紀伊国屋の方、出たりもするんだけど。あそこでも人多いじゃん。あ,あ。あ、人多いのかな。公衆通りの方が人少ないじゃん。いや、村けん。<え>もう、この際。うん、これ、ちょっと、あの、別に俺これ。ラジオだから、言うとかじゃないけどね。あの。その、人通りを。もう、気にしし。しちゃだめ、もう、行ったら、あの。 それはまあ偉そうそうではないじゃん。でだてのことばかり言と生意気やっぱ人通りとかそういうそういうの言える立場じゃないまず目的地に最短でつくのがまずそうだと思う最初だって村んさやっぱ俺もやっぱすげえ向音痴だなって思うんだよ村犬俺そう毎回一緒にこのラジオ終わって駅まで行く時に結構村けんぶつかんのよ俺に。だからここ 右なのにあのここ右行くのに村けんが俺の右側歩いててで俺が左側歩いて,てこう行く時に、うん、俺が右側行こうとすると村けん左行くんのよそうです、ね、だから肩バンってぶつかんだけど、うん、で俺その時に向こうだよって言おうとするんだけど、うん、でも村んあの。 恥ずかしいのか分かんないけど、ドンってぶつかった瞬間に、スッて右行くのよ。そのなんか、いじらせないって分かんないけど、いや、そう、やっぱないと思うんだけど。俺、ゴーカート感覚でやってる感じの、バーンってぶつかったから、そう、ゴーカート感覚、本当に。いや、でもね、でもね、本当無理なんだよね。分かんないんだよね。でもさ、俺、これってさ、やっぱ、あの、やっぱ運動神経、あの、ない人って、ないっていうか、運動神経悪い人って、やっぱ方向感覚、 多分ね方向あれ何なんだろうな方向地って多分多分ですけど脳のなんていうんだっけあれ言うのなんそういう立体脳みたいのがないんですよね目的地を目印を覚えられないんだよねだから俺、うん、あのえー、なるべく、うんえー、初めて行く道、うん、とかは、うん、あのあここの八百屋の2個向こうを 右そうですよじゃなくて,だっていやわかんないででしょでもじゃあ俺の場合は間違ったり間違った道とかも何度も経験してるじゃないですか正しい道を行くためにうん、うん、間違った行き方も何回かしちゃってるから間違った行き方で,で見たお店とか覚えちゃったから「ああそうだこの店来た<味>こ,この店来たから、ね、合ってる」と思ったけど「<laughs> あこっちがこっち間違えてきた時に覚えたとこだった」ってなってる知ってると安心ってだけだこれ削除しないとダメなの一回だから間違えて覚えたところそれができてないから。 集中していけばねいけるんだけどふんわりこれが見えてたらその街が近づいてはいるっていう感覚だから間違った場所をもう多分俺インプットしてるんだからゼルダ最近すごいやってるゼルダもいったらオープンワールドじゃんオープンワールドって言ってって言ったらどこ行ってもいいんだよだから道迷いまくってんのか。だからすごいゼルダとかいっぱいやってる人いて。 ね、あれ、もう、やり込み要素がすごいから、うん、あれだけど、うん、俺、やり込んでる時間のほとんど、道に迷って <laughs> うわ、うわ、もったいなもったいない。強くもなったよ、その時間。すごい時間かけてるのに、何にも強くなってないよ。え、だから、しかも、うん、それで生き方覚えちゃってるから、間違ってもう間違って一回そっち行っちゃうとか何、うん。話も進んでないし、強くもなってないのに、時間だけ経ってるの道迷ってう。はってなってるあ、オープンワールド向きじゃないんじゃない向きじゃない。マジで、本当は。みめちゃくちゃ道迷う。 オープン,<や>ープンゲーム内でも道迷いまくってる俺 <laughs> えだからさ俺方向も全然分かんないんだよのゲームのえでもさ今さ、うん、え言ったらあの大体、うん、あのオープンワールドの,あのゲームって、うん、え言ったら、えー、メインのストーリーがあるじゃんはいはい、うん言ったら ゲームやんない人は分かんないラスボスに近づくためにクリアしなきゃいけないストーリーがね言ったらそれをそれを全部こなしてれば最短でクリアできるでもサブミッションっていうのがあっサブミッションんか別のクエストクエストんかちょっと武器がもらえたりとかそうそうそうだからそれを行くことによって本戦が楽になるとかはいはいそうだねうんうんっていうのが分かりやすくなってるじゃん今ゲームはなってる それでも前の作品からそうだけど分けてもう書いてくれてる。<え>あのあ要はなんかそのボタンを押したら今あの,あの情報村の人と話してこれをが<あ>このいうストーリーができるようになってますよって時<あ>にはい、はい、メインとかサブとか全部書いてある。それで迷うそれであそれ道はでもそれ道順書いてないよ。あでもまあ。 ああそこに行けばいいんだなっていうのがいやだからもっと矢印あれ書かないでやあ本当にめちゃくちゃ道迷ってるだから俺ちょっと本当ちょっとこれ厳しい言い方するけどあのあいやあやめてやめてあんまり厳しいあんまり厳しく俺道に関してもう直んないからあだからあの村けんはあの 散歩とかやってる俺散歩好きを楽しんじゃいけないんだけもう本当集中してでもねまあ道をしっかり覚えるっていう <laughs> でもねこれねまあマウント取るわけじゃんまあ負け惜しみになると思うわ何言っても、うんまあね、けど俺池田さんよりも何多分みあの いろんな種類の緑色とか発見してるし。それはだから、その、でも、それはもう、本当にそうなの。結構あるある、全員じゃないけど、俳句とか短歌とかやってる人って、方向音痴多いっていう俺噂は聞くの。え、だったら、うんうんうん。だったら、間違いも、もうちょっと間違ってほしいけどね。言ったら、間違いを毎回同じ間違いするでしょ。あれ、なんなんだろうね、わかんない、ほ、ほっといたら、そっちに流れるじゃん。<laughs> 最初に、それで覚えたんだよね、俺。あー 規制本能みたいなやつでうんあのほっといたら体がそこに行くように最初に行った場所に着くようになってんだと思うマジであマジであの今日間違えて着いた場所にあってなってそこに着いたら気づくのあ俺間違ってたわってへ<ー>そっからだから間違えたところから俺本社までもう一回10分ぐらいかけてきてただからそこまで15分ぐらいかかって歩いていや,いや俺さこれさ、うん、あのでも まあ村けんは俺からするだね、うん、俺めちゃくちゃ絵下手なのマジで描けないの、うんうん、でも村けん絵はうああだから別なんだよ全く別だもんなものいわゆるなんていうの超,超鳥の目線っていうかさああ上から見るみたいなあれがないんじゃないかだって俺たまにい家も分かんなくなる,とる自分ちあ駅からとか行けるけど散歩しててあのー、そのあ<ー>あのちょっと公園なんかちょっと遠いとこ行くと でも家近くなってきてだい大体分かってんだけど、うん、正式な生き方分かんなくなって勘で生きてると結構違うとこ言うのよ。へえ<ー>結構大きく流されてんのなんか <laughs> 気づいたら。え村上さんあの,ー、あのこう例えば新しい道行った時に全然違う場所なのに、うん、あここ着いた安心みたいな,なんかそのお同じ景色に見えるとかないその えっと、あ,あるよ、だから。家の近辺と勘違いしちゃうっていう。ある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 。だって、その時だって、ってもうやっぱコンビニの種類が少なすぎかも。あなるほどね。コンビニが10種類ぐらいあったら、あもう違うじゃん。うん、俺んちの近くにあるのもうセブンなんだから、あの、うん、とかなるけど、そのセブンとかファミマとかローソンってそう、うんいっぱいあるからさ。ああ、なるほどね。まあ、同じのだからね。うん、あ,あ,あ、デートナーだとかって<な>、うん。もっとなんか全然違うさ。うん なんかねセブンとかそのいやその人もだってセブンに多分増えるよブンって言っていだからんかまあねニセリーマートとかあればそうねあればこっちはあマニセリーマートがあるから違うわとかなるんだけど二千とかね二千2 0ももうちょっともう作業あるからでむずいって道は。 あそっかあのでれそれでできる人ってやっぱできない人のことがわかんないなんでって聞くのよくよく泳げないことも泳げないっていうと息継ぎはできないんだけどなんでって言うんだけどできないできないあるでしょわかるわかるだから逆に俺はそのなんかやっぱあの他所によく言われるのがあのなんか猫とか犬とかかけないのよそれなんでって言われるだってあの見てるじゃん。 それを描けばいいじゃんっていうのができなかったりするのよ。ああだからでも俺もうそれはもう正直諦めたっていうか絵は。絵はでもそうだね。絵はけないい人多よね言ってもね。だからさんかこの間さ何かえんか YouTube かんか見てて20代後半ぐらいの男性の人が絵めちちゃゃくうまいのすごいの絵で食ってんのよ。 でも文字が書けないの字が下手ってこやいや文字が思い出せなかったりとかでもんかその契約書交わすときに自分の名前書かなきゃいけないから自分の名前は練習したのってただ「じゃあ書いてみてください」って書かせるともう本当にあのんかあのんか震えた文字じゃないけどんかバラバラみたいなだから全然これもう全ての項目切り離して考えないとそうだよそうだと思うよ。 うん、だ運動神経とかじゃないのかもね単純に道っていう,んうん、うん、絶対間違ったところたどり着くんだよなでもうう歌うん歌、うん、まあそっかそうだね<え>うんいやそうだね <laughs> いや違う違う違うあのいやそっかまあそうだなそうよ意外とそうよ、うん、いやそれは分かりやすい歌とか、うん、歌運動ごめんねそうごめん,、ね、ごめん歌、えー、そう申しん、えー、歌えー、歌えー、何ですか運動、うん ええー、絵ですね。うん,<か>うん。とか、そういうのって結構分かりやすい、できる、できないができるけど。うん、そうね。それ言い出したら楽器みんな弾けないじゃん。ってなるよね。だから、だから、それやってないからってのもあるけど。確かに。うん。確かにね。うん。だからもしもせーので、小学校の時全員ギター、もう、義務教育で。うん,う,んうん。あのギターを、もうひ必ず、全員弾けるってなった時にもう、これネタだわっていう年も出てくるんだと思うんですよ、ね。ああ。 わでもちょっと全然今、うん、ちょっと俺もうギターを義務教育にし,し,したら、うん、弾いてななかかったらモテんのかなやっぱちょっと <laughs> <laughs> あなるほどね逆にギター弾いてない方が不良みたいな、うん、なんかそうやっぱさだってギターなんてさ弾けるやつなんて大表だったじゃん。<laughs> まあ,あのその人が持ってるポテンシ では同じタイプの人がいて、うん、こ,これができる、うんね、っていう要素によってモテ度がどれぐらい変わるか率でいうと、うん、ギターはそれが大きいよね恐ろしくないあれまあなあないギター,ギターやっぱ楽器っていうのはやっぱすごい、まあ、特にギターがな、うん、ギターはやっぱでベースって、うん、多分え大人になってからモテると思う、ね、ベースの格そうね、うん、あの音楽好きだよね、うん、もうベースまでいくとうーん しかもあのね俺あれこれね本当あのね専門家のあれ言ったっけ俺何今から言う話あ全勘でどうちゃうええいったいったかいやいやいいでもじゃ話いやいいやいや専門やっぱり専門の人の話のその専門の人からするとむちゃくちゃ浅いとこの話なんだろうけどおもろいなと思ったのがバイオリンのプロの方 と仕事一緒でさ聞いたのよその方もすごいあのー、もう、えー、海外でも,その、うん、もう音楽学校みたいなの行ってやった人の話なんだけどバイオリンってまあ野人教授も分かんないけどバイオリンの一期一個自体がむちゃくちゃ高いんですって。ギターって安いのもあるじゃないですか、うん、素人が始めてあ、ね、でもあるじゃないですか。でバイオリン高いしで安いのも、まあ、ちょっとまだましなのとかもあるんだけど。うんうんうん バイオリンで安い。で、誰かがその、それこそ YouTube で組み立て式のバイオリン、うん、1>, 1万円か2万円ぐらいであるやつを組み立ててやってみたら、うんうん、まあまあ弾けてるんだって。うんうん、けどそれって、実はプロだから弾けてて、バイオリンって、あの、すぐチューニングがずれるんですって。へ<ー>むちゃくちゃ速攻チューニングがずれちゃうから、安ければ安いほどそれがずれやすいから、なるほどむしろ、上手い人しかその多分安いの使えないんですって。 えー、だから素人ほどちょっとまあまあする何十万っていうのを使わないともう話にならないぐらいなで、ねえー、で、弓なんか、その、3万5万とかで全然もそれでももう安いぐらいの。はバイオリン、むった、あの、トラウ、ラウスだだから有名ななんか昔のバイオリンなんか何百年前の。うん、え、バイオリニストうん、バイオリン。 木の名前なのか分かんないけどその、うん、もうでは何百年前にやってそれがもう何ていう何何個かあるんですけど、うん、そ,のその昔に作られたその時代のバイオリンが、うんうん、もう全部1億とかっすよ1億 1> うんえそれはまあその当然もうヴィンテージみたいなもうでもそれはもうすでにそうなんあるけど今もうその木がないから再現できないんですって<ー>でそんなの買えないじゃないですか、うん、それって財団の人とかが持ってて そういうもう要はオーケストラが好きでその人が持っててあのその人たちがプロのバイオリニストに貸してるんですよ無料でえ貸してんだ貸してんの無料で要は弾かれた方がいいからっていうことであじゃあ1億っていう俺らと同じ1億っていう価値じゃないのかうんだからもうそっか弾いてもらった方がいいのか すごいのよへ<ー>そう,なんだそ,うでそれた多分言っていいと思うけど公共でその日本でその日本全部世界で分かんないけど、うん、これ多分大丈夫と思うけど <laughs> あのー、そのそのス人なんだっけスト人な人とかっていうやつをむちゃくちゃ何台も持ってて一番その保有しててすげえ貸してる人が <laughs> あの。 多分、うん、その人物は僕も知らないですけど、うん、有名な人であのココイチの創業者の方<笑><笑>ココイチのの創業者,創業者の方がその一番それを持っててすげえ貸してるんですってでももう調べたら多分ねその財団出てくると思いますえそのココイチの創業者は、うんうん、あのー、なんか楽器やってたのいやかちょっとそこまでは僕も分からないんだけどえでもやってんじゃないだってやってないとさ持ってる意味分かんなくないうーん えーえー、これだから多分ね、うん、ちょっと分かんどこ、うんあでもあ,す、うん、あほらそういうのもココイチの創業者の方がクラシック音楽を要はやっぱ絶やしてはいけないっていうことで、うん、演奏家の支援を続けてるんですよ。<laughs> あのー、もうこれネットニュースに載ってるネットに載ってるもんですけども、うん、資材二28億円を投じてあのクラシック専用のホールを作ったりとかあホール作ってんだもんなんかね自分が貧しい頃にクラシックに使われたんですってへえだからさそういう人ってさ、うん、その自分くクラシックを大事にしない人が1億のバイオリンを手に入れた時に、うんうん、まあジュニさお俺 からららしたた億のバイオリン手ににに入れたら絶対に誰にも渡さないと思うでもその人は1億っていうのを使ってでもそれを守って誰かに使ってもらいたいっていうやっぱりよりいい音を何、うんうん、をいろんな人に届けたいっていうことなんだと思いますけどね俺みたいなやつに手に入れさせないっていうもしかしたらだけど分かんないそうでいつかねどっかのすごい人があのー、カズマに「 使ってほしいっていうそのパイプ椅子とかをこう <laughs> 何千万するコントでぜひ使ってくださいって言って。うわう嬉しいやるかもしんないそれはうもうさそんなパイプ椅子さもう置いてあるだけでちょっと笑っちゃう,う,う笑っちゃうよううなやっぱり違うよね。ってこの こ,のここのの椅子に座ってる時の存在感みたいなだってバイオリンだって俺ら素人からすると多分きっと区別つかないしいやもちろんすごい、うん、A と B 比べたら B のがすごいってなるんだろうけど、うん、いやこっちの100万円のものの100倍の価値のある音かとかは俺らは多分きっと判断できないじゃんで、うん、できないねで価値ってのは やっぱり値段ってのって100倍になったら100倍にならなくてやっぱりグラフっていうのはさ最初グンと上がるけど高波のって少しずつを上げるために横がでかいいいいいじゃんはい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 、そうね、うん、だからそのパイプ椅子とかも,もうとんでもないことになってもう当にだからさそれこそさ、うん、そのとんでもない1億の無知とかあったら西岡澄子さんしか分かんないとか、うん、そ,のその価値が価値が。 ああ、なるほどね。これいいぞって、これ面白いぞって。そうそう。あの、笑い飯の西田さんにこのモノボケに使ってほしいって言って。フリップじゃないうん。フリップとマジック。お前さ。高級フリップとか。さ。一番高いマジックとか、そのもうね、あの、ない、手に入らない。でも、本当に、かすれてほしいところでかすれたり。そうそうそう。 そういうねあの活動されてる方がねすごいないやそれ面白いなそうだからねやってますからえ村がその方向音痴って話かえそう方向音痴って話からでなんでこれあっじゃあ専門的な人すごいよって話よ。 うん、あ、うん、そうそうそれに特化したそう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 分かんのかないちょっと<く>違,う違,う違うわだからギターをまあいいよそれはギターら授業で弾けるようになったらってギターその前はその前は方向音痴だよそこがなんか間変じゃないだから違う違う人にとってやれることやれないことって意外とあるんだよね<あ>っていうその ギターとかギターとかみんながやってないから差が現れないだけで俺じゃないよね今だからそのギターの方に持ってったそうだよああそっかじゃあ思い出せないかんんへえすごいなあとさこれ一個さ話しときたいとかあのあのええまあ気持ち分かってもらえるか分かんないけど俺あの「スーパーマリオ」の映画見たのよああはいはいはい なんかさ最近楽屋でさ村上純がさ異様に「スーパーマリオ」を見たって周りにか言ってるんみんなに言ってるかもう最高だよって言ってで見てないっていう人にもその人が見てるかのうでしょでんか見てるかのようにすごい話したりでも結構んかみんなたまたまみんな見てなかった見てない人が結構周りに思える俺が見たって言ったら俺に言ってくんのかなと思って 俺、もう、絶対に言わないで怒って思っちゃってるんだよ <laughs> だんえ。あそこのシーンどうとかってなるから。なんか。で。そこをなんか。うん、その。こう、なんか。なんてんだろう。なんか、とりあえず、なんか、そのスーパーマリオのことを。話したくないの、ね、よ、村上真とまあ、ね。 これはなんかどどまあだからかまああるしカズマ特にまあもちろんミシズル普段から全然ないんだけど、うん、はしゃいでるジューンがあんまり好きじゃないじゃん酔 <laughs> <laughs> っ払ってるジューンだはしゃいでるジューンがあんまりほら苦手じゃんうんそうねうん、うん、なんならあのもう言い過ぎかわかんないゴハットだからゴハットだよねはしゃいでるジューンにゴハットだもんね <laughs> そう <だ S 2> あのあジューンさんってあの自分の大好きな作品に出会った時、うん めちゃくちゃいいことよだめちゃくちゃ、うん、ハッピーなことよあのなんかだっていいもの見たら俺らより倍ぐらいいいと思えてるのかもしれないからそ、うん、したらでもさやっぱりさあのー、なんていうの、うん、あのなんかだんだんずっとこう、うん、村上とずっと話していくと、うん、やっぱりあれこいつ映画撮ったことあんのかなっていうぐらいの話し始めるとかああそこのあれがあのー、ああなんだよね、うん だからそれが飛躍するとやっぱ村上の,、うん、あのツイッターで「あの座席感度出るか、うん、作家側に入ろうかなって思うみたいな、うん、作家に入れてほしいって言ってからだからそうなってくるとちょっと嫌だなっていうので、うんまあね、マリオもだからじもしかしてつあるか知らないけど入れてほしいんじゃないかなおマジかよ入れてほしいと思うよでもいや断らないでしょジュンさん多分マリオのなんか次回作なんかいちょっと一回ではくれないですか、ね でそれかあの村上が認定どり行って、うん、一個相手あるんですけど <laughs> <laughs> あのハンマーブロスをみたいな <laughs> そうだねもしかしたらまあやりかねないしまあいいことだけどねそのでも似たら最後うしいでしょだってマリうちの周りはそうなんだけどでも誰かがだ誰かそれであの村上が話してる時に見たってやつがいてであの「ルイージマンションとかあのキノピオの,あの大冒険」とかっていうのも入ってましたねって言った時にあの「 ちょっとああなんだああなんかああ意外に浅いんだと思って <laughs> そううんだからそれだから、うん、あの俺見たけど、うん、あのもしその楽屋で会った時に、うんあの「池田さん見ましたよね」って言わないでほしいっていうああなるほどねああもうでももう俺もう2回ぐらいその話したから。 俺2回も。2回ぐらいもう、ジュンさんがマリオの話、楽屋でしてたから、もう、もう大丈夫かな。ああ、そうか。うん。あよかったこうん、先に言ってこう。ん、結構。うん。まあ、俺も、見たいけどね。面白い。面白いんでしょだって。いやー、すごいね。あ、え最高いや、本当に全然はしゃぎたいんじゃないのいいはしゃぎちゃえばいいじゃん。君。だから組んだんじゃないのやっぱり、結局。好きなも同じなんじゃの俺が村上ンと。 いや今度一回あの帽子とうんえっそ,そしたらさ、うん、あのなんか村上がさ、うんうん、そこで例えば、うんえ「俺も持ってんだよ」っつって赤い M のやつ <laughs> でそれで俺に「いやお前 L じゃん、うん、緑の L じゃん」とか言われたら俺消えちゃうかもしれないいやんで俺が L なのみたいないやでも俺 L ルイージっぽいけどねけど俺、うん いやいやいやい俺 L じゃないよ。俺、本当に言わせてもらったら、うん、ルイージとかじゃないよ。<え>本当に、あの、ワリオとか、そっちの方がいい。マリオ、は<ー>ルイージとかじゃなくて、ワリオとか、あ,<ー>あの、本当に、それこそキノピオ。うんうん、そういう、あ敵キャラというか。うん、なんかそういう、言ったら、あの、メインじゃないところ行きたいから。あ<ー>、ねあ,まあ、まあまあ、その感じはあるよね。うん、でもコスプレするならマリオかルイージでしょ、やっぱり。 なんか BGM やったらウケんじゃないその <laughs>、ね、みんな爆笑するんじゃないの <laughs> 案外可愛いかもとか言ってや,やったらょバカにしっていやだから同じぐらい好きなんではしゃいでんどっちも好きなんだけがいいと思うよ <laughs> そのせっかくいいものあんだけ喜んでんだから、うん、だ,だ,だから それはだから、あんだけ言ってんだけど、でも、あんだけ言ってる人が言ってるものは、見てみたいなって普通思ったから。それはいいことだなと思うまあまあまあね。ちょっと、その、あんだけ言うから、嫌だって思う人もいるだろうけど、うん、あんだけ言うなら。見てみたいな、人がこんだけ喜ぶもの、って普通思うし、うん。俺さ、あの、うん、奥さんと見に行ったんだけど、うんうん、で見、見終わった後に、奥さんに、うん。あ、これ村上がいいって言ってたって、言ったの。うんうん、そしたら、うん、あでも。 <私>うん、公開する前からいいって言ってたからってあれうちの奥さんも村上淳と同じものそんな見たい,いって、ね、結局そうなんだって全部和真の周りって結局淳の,のルイージ <laughs> ルイージ、うん、ルイージルイージしたその淳を集めてるだけなんだよ <laughs> 結局村,村上の M でしょあとだからそうなのえ村上の M で全員その周りはルイージルイージなよそのよだから奥さんも全部そうだし結局 やどっかで銃を追ってんのよだ,だからちょっとそう嫌々気が入ってるだけで今俺 <laughs> だそうななのかな俺ルイージ考えた,かかたらピーチイメやっぱり池田さんがマリオとのやっぱり組み合わせって考えたらでも村上と話す時はもう本当ピンチイメーになっちゃうけど、ね、<laughs> ピンチだからやっぱ <laughs> ルイージーだって、うん、そうですねそう,そういうことね <laughs> <laughs> いい感じだよすげえつまんないやつだ あでも、うん、だから、ちょっと見たいと思うけどね。うん。一回だけ、気には、あれ、これでもね、本当に言ってたかどうか分かんないけど、俺の勝手に、純センサーがそう思ってるだけかもしれないけど、うん、ちょっと、マリオを好きすぎて言ってたときに、ツイッターで言ってたか言ってないか分かんないけど、これも、正直分かんないわ、もう覚えてない。うん、あの、マリオ、まあ、むっちゃ褒めててね、芸人があんまり見てないんだよな、みたいなこと言ってて、なんか、芸人が、とかって、<laughs> なんか言わないでほしかったなーって思った、それは。なんか。 <laughs> 俺の周りとかでしかも本当ににめたくないかこれごめんなさい勝手に俺が俺の,俺の知ってる順ならそう言ってるはずだって勝手に俺が作った幻想かもしれないこれごめんなさい確認取れてませんいやつぶやいてなかったら大ごとでもでも分から芸人がって言いそうだもんなうーん,あん芸人あんまり見てないなん,かなんか勝手に言ってたイメージでいやだからイメージで言うのよだからあのなんか の本当にごめんねんか m 1の去年の敗者復活でシンクロニシティっていうコンビが最近吉本入ってねアマチュアで俺があのそれあ俺が幕張の劇場の楽屋でこう見てて立って「シンクロニシティ」で行ったのそしたら村上が「池田絶対好きだよ」って「んで決めんなよ」 なんか俺ちょっとえ俺シンクロにして嫌いになっちゃいそうですそれでいやで最高だけどねやっぱり決めるじゃん<え>絶対見た方がいいよとかいやだから潤さんだけはまだずっとやっぱり高3の夏続けてくれてんのよずっとやっぱ先輩高三一番トップで高3ってあ<ー>、うん、あお前、まあ、これあれ,あれ勉強した方がいいよ、うん、とかうん、まあ、大学4年生ぐらいかなそんぐらいの、まあ、とにかくその兄ちゃんお兄ちゃんだからうん まあでもまああの悪い話じゃないからね全然全然もうめちゃくちゃいい人よだから勝手に俺らが作った原因が喋ってるだけかもしれないからコロンって言ってるかどうか分かんないんでかかわいそうになってきちゃうかわいそうでほ言ってないことも俺ら言ってる言ってることにしてる時あるからよくないね良くない気をつけよ本当にお願いしますちゃんと裏取ってから毎回ね今日の純通信みたいなもんだからいつかね勝手に純さんにバレないようにこれもいいですねコーナーであの じなんかジェーっていうと Jr. さんみたいになるからねなんだろうねなんかバレない潤潤潤見ましたうんそうだねがこんなこと言ってましたすごかったな潤さんならこんなこと言ってるんじゃないかこれ池田絶対好きだよとかねあ芸人はあんまり見てねえんだよなとかだからやっぱりこういうのでもでもさやっぱあのまあ そうねなんかこれメール難しいけどバチってはまったらなんかなんかいいのあると思うよそのわかんないけど勝手ななんかあるじゃんんさんってたまにそのまあいいんだけど自由につぶやく場所だからいいんだけどなんかたまになんだっけな冷やし中華があんいけどか冷やし中華は本当にもうずっと食べなくていいと思ってますみたいなこととかつぶやくじゃんな何でそんなこと食べなくていい方側の冷やし中華かどうかわかんないこれ。ななんんでって だからそれ多分あの「鋭いでしょ」的な分かる人いるでしょっていううなかなだからあのならあ多分純だっていうそうあるあるネタのそのでだから皆さんもし送ってくれるとしたらこれこれ高校こうしてこうしてる人がいましたって言ったら俺らがあ多分純だっていうんかもしかしてみたいなあんな純こんな純ちょっと送ってきてああんな純こんな淳純純ネタあっお願いします あの決してね本人のつぶやきに「こんなことやってます」とか絶対言わないようにねそうねそのうんそのことなんて別に知りたくないからそうね言う人いるからねたまにあれあ集まんなくなっちゃうね遊びがねあれねああ分かる分かるうんんかそこまで別にリアリティリアリティなんだよなというわけで以上フルーツポンチ村上でしたありがとうございました 「さらば青春の光」オフィシャル YouTube チャンネルを新ステーションにお送りしました。